県内のガソリン価格が高騰している中、今日から多くのガソリンスタンドでさらに値上がりしています。レギュラーガソリンの価格が1リットル当たり180円を超えたスタンドもあり、利用客からは生活への影響を心配する声が聞かれています。こちらのスタンドでは今日からレギュラーガソリンの価格が180円を超えました。私たちにとってはまた痛い値上げとなりそうです。石油価格の調査などを行う石油情報センターによりますと、県内の今週のレギュラーガソリンの平均価格は1リットル当たり 179.1 円となっていて、8月に入った今日からは多くのガソリンスタンドでさらに値上がりしています。高知市北本町のこちらのガソリンスタンドではレギュラーガソリンの価格が昨日から3円値上がりし、今日から1リットル当たり182円となっています。店や石油の運送業者によりますと、値上げ前の昨日は大勢の客が駆け込みで給油に訪れたため、高知市内の多くのガソリンスタンドで地下タンク内のガソリンがなくなり、タンクローリーで補充する光景が見られたということです。値上がりした今日、利用客からは生活への影響を心配する声が聞かれました。大変ですね。もう家庭にも仕事にもまあ影響しますわね。ガソリンが上がるということは。車のガソリンの種類はどちらですか？ハイオクです。ハイオクやったら余計にきついですね。本当に思います。私が持ってる車が大きいので普通より痛いというか、上がれば上がるほど痛いので止まってほしいですね。値上げ絶対使わんといかんものなので、そこ上げられたらしんどいですよね。ないと無理なので。高知県内のレギュラーガソリンの平均価格は去年10月下旬以降179円台が続いていましたが、今回の値上げでおよそ9ヶ月ぶりに180円を超えることになります。